ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。うん。ポンちゃん。ジャン君、ジャン君、ジャン君、ジャン君。これからまたオープンマイクライブです。もう慣れてしまった分だけ今日は何やろうっていう感じですね。現場に行って決めたいと思います。外は乱れ髪のような雨、空を見てたら空とそんな今まで私がまたおんぶり黙り。はい、ただいま。はい、ポンちゃんもただいま。ほら、来たよ。今日はオープンマイク行ってきました。そして、明日もあるけど来ませんかって言われちゃいました。明日はもう一個の一つ先の駅の一度行ったことのあるお店でやるそうです。行くことにしました。続くね。はいはい、今日の差し入れありがとうございます。毎度毎度になってしまって申し訳ない。これはシベリアだそうですよ。シベリア初めて食べるな。あ、本当？私多分ね2回目だと思う。でもこんな立派な大きいやつはでかい。本当にでっかいよ。すごいすごい大きいね。なんかちょっと有名なところのなんだって。すごい美味しそう。うん、美味しそうだね。私が食べたやつはもっとね、なんだろう、もっと普通の感じ、もっとちっちゃめのなんか四角くてこうよくあるやつ。それと？それももらったの。これはちょっと見にわかるんですけど。それは。はい。我が家では。ガチャガチャブームになっています。そうなの。我が家というか差し入れにガチャガチャが来ることが唯一ブームになった。そう、なんかねちょっとね私が最近ちょっとあまり欲しいのがなくてできてないんだけど、この来てくれる方の今ブームになっていて、なんだっけダブルとうちにねくれることになってるんです。これいいね。これさ趣味が似てるからさ、このカエルさんこれねベロ出てるし、ベロね動くの。ほら手足動くし、手も足も動くしベロも動くし、いいじゃん。いい可愛いです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。